ロングビーチ、ロングビーチ、ロングビーチはアメリカ合衆国カリフォルニア州南部の港湾都市、ロサンゼルスの南港約3 0トルに位置し、太平洋に面する。人口1600万人を超えるロサンゼルス、大都市圏の一角を成している。地域人口は476,564人、2004年、推計。ロングビーチは古くから若者文化で知られ、 カリフォルニア州では、ロサンゼルス・サンディエゴ・サンノゼ・サンフランシスコに次いで5位、全米でも34位の都市である。また、郊外都市としては、全米最大で、ルイジアナ州ニューオーリンズ、462,269人、やオハイオ州クリーブランド、458,684人、といった大規模な都市圏の中心都市をしのぐ。このに、規模の大きい郊外都市の例としては、 アリゾナ州メサ、43万7454人、やテキサス州アーリントン、35万9467人、などの例が挙げられる。19世紀、この地域には、ネイティブアメリカンのトンバ族がいくつかの村を形成し、住んでいた。これらの村々は1800年代中盤にはすべて、消滅した。 東部からの入植者がこの地に足を踏み入れたのは1827年のことである。1888年に正式な市となり、市名がロングビーチと定められた。初期から1960年代までは海岸のリゾート地として成長した。アイオワ州をはじめとする中西部諸州からの移民が多かったことから海岸のアイオワと呼ばれた。やがて油田が見つかり、軍事。 公安都市として発展した。映画史の初期において、サイレント映画が多く撮影されたのも、このロングビーチである。1933年に、マグニチュード6.3の地震が一帯を襲い、市は壊滅的な被害を受けた。学校をはじめとする建物が多数倒壊し、120人もの死者を出した。現在は公安都市のみならず、経済都市。 さらに観光都市としての顔を持ち、大企業の本社やホテル、観光施設と住宅地が隣接する南カリフォルニア有数の中規模都市となっている。ロングビーチはロサンゼルスの南約 30km に位置している。アメリカが州国統計局によると、ロングビーチ市は総面積 170.6km、65.9ミである。 このうち1 3 0 6キロ平方メートル50.4ミが、が陸地で0 2, 4 0 0キロ平方メートル15.4ミ、が水域である。総面積の23.42%が水域となっている。欠片の気候区分では地中海性気候であるが年降水量が少なくステップ気候の特徴が強い。降水の大部分は冬に見られ、 夏は乾燥して滅多に降水が見られない。冬は温暖であり、氷点下まで冷え込むことも少ない。重要な港湾と油田、海軍基地や観光施設を有する上に、交通の要所でもある。ロングビーチは、経済都市としての地位が高く、ボーイング社をはじめとした航空、運輸、貨物産業が発達しているほか、銀行や広告代理店、ケーブルテレビ局の本社もある。 近年は、外資系企業の本社機能が置かれることも多く、トヨタ自動車の在米主会社タブック社や、成功エプソンの在米拠点もロングビーチにある。また、医療も充実しており、市の重要な雇用種となっている。ロングビーチ港は、アメリカ合衆国と環太平洋地域を結ぶ、重要な港湾である。貨物取扱量は、ロングビーチ港のみでも、同国の太平洋岸最大。 全米でも第5位で隣接するロサンゼルス港と合わせると第4位となる。外国貨物取扱量はロングビーチ港単体で全米5位、ロサンゼルス港との合算ではヒューストン港に次いで第2位となる。ロングビーチ港及びロサンゼルス港のコンテナターミナルからはアジアなどからのコンテナ貨物がユニオンパシフィック鉄道などの鉄道網やトレーラーで 全米へ向けて輸送されている。輸送の高速化や交通渋滞緩和のため、ロングビーチ港及びロサンゼルス港とロサンゼルス鉄道ターミナルの間には、アラメダコリドーという貨物専用の高速路線が拒否を投じて建設された。ボーイング社の工場を併設するロングビーチ空港は、ジェットブルー航空の西海岸における拠点空港であるほか デルタ航空やフロンティア航空などが就航しているのの旅客ターミナルの処理能力が都市の規模の割には小さいためアメリカン航空やサウスウェスト航空などの大手航空会社や国際線は近隣するロサンゼルス国際空港を利用するのが一般的であ。また同じく多くの大手航空会社は近隣するジョンウェイン空港を利用している。 アムトラックの連絡バスがロサンゼルスのユニオン駅まで走っており、そこから各方面への長距離列車や近郊電車に乗ることができる。ロサンゼルス大都市圏を縦横に走るフリーウェイはロングビーチにも通じている。サンディエゴハイウェイと呼ばれる、週間高速道路 I-405 は太平洋岸を南北に貫く I-5 の視線で、市内を東西に走り、ハイテク地帯。 サンフェルナンドバレー、リゾート地サンタモニカ、ロサンゼルス国際空港に通ずる。ロングビーチハイウェイ、I-710 は、大陸を横断して、フロリダ州へと通ずる I-10 の支線で市内を北に走り、ロサンゼルス東港で、I、I-10 に合流する。ロングビーチは1990年に完成した、ロサンゼルスの地下鉄、ブルーラインの終点である。駅は、 ダウンタウンの視聴者付近にあり、自然である。ただし、スラム街であるワッツやコンプトンを通るため、治安に注意が必要である。終点で、レッドラインに乗り換えると、ユニオン駅やハリウッドに行くことができる。また、途中のインペリアルウィルミントン駅では、ロサンゼルス国際空港に通ずる、グリーンラインに乗り換えることができる。なお、グリーンラインには、ロングビーチ駅という駅が存在するが、 これは、ロングビーチ用通り、ロングビーチブルバードのことであり、ロングビーチ市内ではないので、混同しないよう注意が必要である。市内の交通としては、ロングビーチ交通局が運営する、路線バスが市内を縦横に走っている。ダウンタウンには、グレーハウンドのバスターミナルもあり、主に、ロサンゼルスとサンディエゴを結ぶバスが停車する。沿岸地域を中心に観光施設が点在する。 中でもシンボルとして有名なのが、軽流し、ホテルとして利用しているかつてのイギリスを代表する豪華客船であったクイーンメリーや、毎年春に開催されている、市街地、レース、ロングビーチグランプリである。ダウンタウンには大規模な水族館やコンベンションセンターが存在し、訪問客を集めている。また近年は、ダウンタウンとマリーナをまたぐ、 再開発エリアに、レストランやシネコンプレックス、ショッピングモールやホテルを中心としたザ・パイクがオープンし、週末を中心に賑にわいを見せている。ダウンタウンの一般道、ロングビーチ市街地コースを使って、市街地、レース、ロングビーチグランプリが毎年春に開催されている。1976年から1983年まで、 会一アメリカに CGP が開催され、以降はレイアウトを微細に変更し、カーと後のキャンプカー2008年開催までインディカーシリーズ2009年開催のコースして使用されている。マリーナが設けられ、多くのヨットやクルーザーが利用されている。港湾地域に隣接することから治安が悪いというイメージがあるが、実際には犯罪発生率はさほど高くない。 モーガン・クイットの王者、モーガン・クイットのの全米の危険な都市ランキングのワスト25には一度も登場したことがない。2001年の全327都市の犯罪率ランキングにおいても、ロングビーチは122位であり、治安が良いとされるサンフランシスコ116位よりも下位にある。以下は2000年現在の国勢調査における人口統計データである。 基礎データ、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、ロングビーチは全米で最も人種の多様性に富んだ都市である。同市の人口構成を人種別に見ると、一家のようになっている。同市にはパリに次ぐ世界第二の規模のカンボジア人コミュニティが存在する。メキシコ人、エルサルバドル人といった中米系やフィリピン人、 ベトナム人、サモア人も多い。かつてはロングビーチ港に隣接する人工島ターミナルアイランドの缶詰工場で働く日系人も多かったが国際結婚などにより現在では人口の1%未満に減少した。しかし現在でも市内には日系人コミュニティセンターや仏教の寺院が存在する。ロングビーチは同性愛者にも寛大で ゲイやレズビアンが多い。毎年5月か6月には、ザ・ロングビーチレズビアンゲイプライドパレードフェスティバルと呼ばれるパレードが行われる。1984年に始まった、このイベントは2日間で12万5000を集め、ロングビーチで第2の大イベントである。また、このパレードは、ゲイパレードとしては、全米第3の規模である。全米国際姉妹都市協会。 シスターシティーズインターナショナル加盟都市、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。